大ちゃん、おはようございます。大阪です。今日は北東の風、曇りで、後雨になるみたいですね。雨の確率は8%と、曇りが出てるわけでございますが、今、歌声が届いてるんじゃないかと思いますけれどもね。実はこちら、皆さん、アメリカのエール大学のですね、14人になります、シンギンググループでございまして、ウィフェンプーフが唱団でございますね。非常に有名な合唱団が、今、日本に来ておりましてね、しばらくこの歌声からまず今朝は聞いてもらおうかと思います。はい。 いや、聞き惚れておったわけでございますけど、素晴らしいですね。ちょっと通訳の方でございます。女性でございます。田中さんでございましたね。 北野さん、上野さん、ごめんなさい。よろしくお願いいたします。リーダーがね、マーチン君、あなたですか。ちょっとこちらでお話を伺ってみようと思います。皆さんにも挨拶しましょう。ナイスミーチュー。ウィッフェンプーフ合唱団というんですけれども、これどういう意味なんですか。What's the meaning of it? The Whiffenpoofs is a name that came from a play in about 1904. It's an imaginary bird. We just made up the name. なんか鳥の名前というな。1904年にあったドラマ舞台の中に出てくる、想像された魚の名前なんです。魚の名前なんですか。想像物ですけどね。想像の動物の名前ですね。そうですね。あ、そうです。動物の名前ですね。いろいろありがとうございますね。来日は初めてなんですか。 2度目ね。1度目は何年でした？1979年。そういうことでございますね。そして14人というのはこれはもう決まってるんですか？ 14年前からずっと14人ということが決まってるんです。初めスタートした時は4人なんです。ああ、そうですか。もう14人というのがもう20年代伝統になってるわけですね。そういうことですかね。来日の目的なんですけどね。The purpose is just to show the Japanese people and everybody around the world sort of what a college group is like, what we are like, and what a college students are like. アメリカの学生、大学生気質みたいなものをみんな世界中の人々に知ってもらうためと、あとはもちろんウェフンプーフというこのグループがあるということを世界に広めるためです。世界中の人という、今回は日本だけじゃなくて、いろんなところもあるんですね。We're going to all kinds of different countries. We're going to South Asia and we'll be in Europe for about a month. アジアとヨーロッパに1ヶ月ほど。 ああ、そうですか。そういうことでございます。その最初のね、ところが日本であったわけでございました。しかし大ちゃん、いい声してるね。その喋るこちらの方、リーダーの方ね。Your voice is very nice. それでは次の曲、どういう歌ですか。The next song is called the Whiffenpoof Song. It's our theme song that we had since 1909。1909年からウェフンプーのテーマソングです。ああ、そうですか。いいことでございます。時間がないんです。それではよろしくどうぞ。はい。ジャイアントのホワイトそっくりの声。 To the rainbow down at Maurice, to the place where we cried. もうちょっと聞いていたいんですけどね、本当に素敵なハーモニーでございます。今日はなんか割と音楽の話題が多いよ。なあ、クリちゃん。おはようございます。急にこんな声ですんまし。こんな顔ですって言いなさい。あ、こんな顔でですか。顔と声でどうもすんまし。いやいや。雨がちょっと小雨になったんですけどね、3日間降り続いております。なんか次の走りといった。